さて、じゃあ出発します。多分今日はレソト最後の朝になるでしょう。いや寒いっすね、これ鼻水が止まんねえ。レソト素敵な国でした。ちょっとこの寒さと山の厳しさがなければ最高の国なんですけど、まあそこがレソトなんですけどね。雪が降り始めちゃってます。そして寒い。自転車が凍っちゃってますね、これ。寒い。ようやく頂上に着きそうです。これを越えたらきっとサニーパスが見えるんでしょう。結局3000m 超えだもんね。予想以上の高さでした。ここようやくサニーパスに到着しました。すげえ、すげんじゃねえか。なんだここ、うわーやばい。なんか一瞬すっごい感覚が襲ってきた。なんだこれ。この風景はまたすごいっすよ。まあなんだかんだ言って来てよかったな。ちょっとタフすぎるけどね、自転車では。